文字城の石垣文字城は、武前国菊群文字に存在した、日本の城。城跡は、メカリ公園として整備されている。文字城の本丸にある砲台の土台関門海峡を望む、標高175メートルの古城山の山頂に、築かれた。本丸跡には、砲台の土台が残っている。武前氏などの記述によれば、1185年に、平智盛が、 家臣の木井道介に命じて気づいたという。1255年に藤原佳房が武前大官職として入場し、文字師を名乗るようになった。南北朝時代には、東条の文字近名らが北朝、猿浜城の文字親来が南朝について文字師は分裂している。戦国時代には東条をめぐる工房が続き、1430年に秋月春氏と 原田信朝が大内氏を攻めて東城を落とした。その後、大内氏の城として存続するも、1551年の大明寺の変の後、五福島の戦い、傍聴計略を経て、毛利氏と大友氏の不可侵条約の条件として、武前国は大友領となり、文字城は大友氏の城となった。しかし、毛利氏は1558年に、 小早川高影を大将として、文字城を攻撃。城を奪取し、二歩高氏を城代とした。1561年には都市関連、田原親県、薄木官派やら大友義主の軍勢、数万人が文字城を攻めたが、毛利氏はこれを撃退している。この敗戦を契機に、大友義主は出家して総林と交し、将軍、足利義輝を仲介しての和睦交渉を進め。 1564年7月に、天古との戦いが激化毛利氏との和睦が成立し、文字城は引き続き毛利氏の勢力下となった。1600年に細川忠興が武善国に入ると、城を集築して長岡影洋城代に置き、1617年に廃城となった。1892年に大日本帝国海軍の 下関要塞が気づかれたため以降はほぼ壊滅したが、王子の石垣が一部残っている。ありがとうございます。